どうですか、この背景。あれみたいですね。あれみたい。番組みたい。番組みたいです。でしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、僕進行するんですけれども、はい、あのスピードゴルフやったじゃないですか。はい、やりましたね。第2回計測会が早くも開催されます。すごい。しかもですね、早速スポンサード、おフットジョイさんが、わフットジョイさんが、はい、いい靴あるんで、うん、スピードゴルフに合う靴をおすすめしますよって言って、すごい、素晴らしい、やらせてもらえることになりました。前は、はい、リサちゃんに100ギリをやるで、オークリーにスポンサーとしてもらって、うんうんうん、次はスピードゴルフ計測会のスポンサーとしてもらって、ありがたいですね。ありがたいですね、ありがとうございます。ということで、はい、前回の反省をして、うん、次回への対策を語る動画をやります。はい、思うことありますか？結構反省点と改善点、はい、いろいろあるんですけど、はい、まずは、うん、クラブ。あ、クラブね。そうですね。前何してます？クラブはドライバー、ユーティリティ、9番、58度、パター。パター、5本。5本だったんですけど、で、感応が全然乗らなくて、ドライバー良かったんですけど、うん、セカンド全然乗らなくて。足りなかった？足りなかったり、大きかったり、クラブが。なので、ユーティリティやめて、あ、そういうことか、はい、ドライバーはユーティリティやめて7番、で9番だとちょっと大きすぎたので、ピッチング58度パターで5本、はい、5本は変わらない。ユーティリティがちょっとでかかったんです。そうですね。でパー3とかはもう乗らなくてもいい。乗らなくてもいいかな。で乗らせようと思ってユーティリティで短く持って打つとオーバーしてバンカーとか、そっちの方がロスになっちゃうので、もう飛ばさないっていう形でアイアンで攻めていこうかなと。2つ目はあのスタンバッグね。バッグ、バッグ、バッグがやっぱり手でずっと持って走ったんで、最後腕と握力がなくなっちゃった感じ、痛くなっちゃったので、肩にかける式か。あれラフルっすよ、肩かける。あ、本当ですか、うん、なんかちょっと傾いちゃうけど、うん、ラフっすよ。そうですよね、うん、肩にかける式。手持ちやるんですか？手持ちはちょっと今日の朝話をしてて、うん、スクワット式になっちゃうじゃないですか、うん、そうそうそう、あとガチャガチャしてるし、そうするとなんか足持たなくなったらやだなと思って、うん、やっぱスタンドの肩掛け自作しちゃう。 あれに肩掛け作る、つける、つつから確かにもっと軽くてもいいなと思うんですけどね。回ってて感じたことないですか？例えば僕とかは、はい、後半クラブが振れなくなってきて52度で100ヤード飛んでたのが80ヤードくらいしか飛ばなくなったのが、多分勝ち上げちゃったんだけど、だそういうのを考えると、うん、結局なんか最後の方8番とかで100ヤード打ってた。50じゃ届かないから、うんうん、パーンって言って右行ってもいいや、はい、ペローンってなってもいいやと思ってハーフで打とうとなっていくんで、なんかその疲れてくる問題とかなかったんですか？意外にまだ走れたのでクソ強い。なんかその辺大丈夫だったなっていう強い感じがしたんですよ。あとたまたまなんですけど、僕はドライバーが重いから寒かったのもあるんですけど、触れるドライバーにしようと思って、軽いシャフトのやつをこの前借りてきたから、はいはい、それ使おうかな。なるほど、手打ちでできる的な。 それありかもしれないですね。 R のドライバーを使うみたいな感じはやろうかなと。え、ロストボールなんなかったですか？1個だけなりましたよね。1個だけ。そこまで打ったと結構ずっと見てた派なので。あ、そういうことか。そうなんです。落ちたから走る。そうです。あと、だいたいこの辺、あの辺かなとか もうずっと見ながら走ったので、そこまで見失ったりも。次でも芝が白くないから見つかりやすいですよね、多分ね。そうかもしれないですね。でも靴は私もあの、うん、マラソン用のやつにしてたから、うん、すごい走りやすかったですね。ゴルフスパイクとか良かったな。普
次4月の後半にやろうと思うんですよ、はいはい、5月の前半が、はい、半袖ショートパンツで、はい、行きますか、わーっていくしかないじゃないですか。確かに汗だくになったよ。コースマネジメント、あ、僕はだからもうパー3は多分7番か8って言うとドライバー7番か8番52度パターでしょ。また4本いつも4本、はい、前も確か4本なんですよ。でパー3は乗らなくていいっていう戦いをしようと思うんですけど、ドライバーは OB になったら OB、うん、ロストになったらロストでいい、うん、なぜなら3番も5番も打てないから。ロスト4回やっちゃったから、3回か4回やっちゃったから、ロストだけが気になっていて、ちゃんと打ってボールが落ちてから走ろうって今言ってくれてたら、それいいなと思ったのと、あと見つかりやすいボールないのかなっていう。ボルビックだったじゃないですか、はい、ボルビック結構光ってたというか、うん、蛍光、見つかりやすかったです。蛍光マットだから、またボルビックにはしようかなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと目立つボルビックないのかな。月緑色になってると思うから、そうですね、オレンジか赤かのボルビックにして目立ってほしい。うん、目立ってました。私黄色いボルビック使ってました。目立ってました。全然見つかった。もう走ってて、あっみたいな、痛い痛い痛い、そんな、そうです、あ、よかったみたいな感じでした。それで縮めていけるかな、100は切りたい。うん、そして時間は70分台行きたい。70分台、うん、あ、でもロスト減らしたらいけそうでしょ。減りますよね、うん、60分狙う。行きたいですね。もう10分10打減らしたい。だから20、合計20ポイントって言うんですか。すごい。え、次で減らしたいですよね。いける。いや、わかんないです。でもそう思わないとね、行かないからね、うん、そこそこ走る練習とか全くしてないから。あと次の日の、前の日飲まない。そう、前の日飲まない。飲まない。飲んで酔っ払って足くじかない。足くじかない、足くじかない、足くじかない、足くじかない。日本記録にあとちょっとまで行きたい。そうですね、20スコア縮める。いいね。この間、あのピンと、あの途中の、なんだ、旗、うん、間違えたじゃないですか。 あったあった、あの、あああれで多分結構、あれ5打くらい行きましたよね。行きました。で、時間もすごいかかっちゃったんで、ね、なんか全体的にもバンカーもすごい多かったので、うん、ユーティリティで狙いまくったんで、うんうんうん、あとそれがなくなれば、まあ、バンカーって思ったより時間かかった感じになるんですか。あ、まあでも鳴らしたりするのに、うん、普通の1打よりかはかかっちゃって、まあ、3、4、4回、10回ってのかな、結構入れたんですよ。ティーグラウンドでティー刺すとやたらもたついていったんです。こう、なんか、あれ、ありましたね。まあいいか、どれか打ちたいもん。そうですね、打ちたい、打ちたいし、ちょっとそこでやっぱ休めるね。そうですね、休める。でも思ったより面白かったですよね。面白かったです、すごい面白かった、うん、面白かったです、うん、じゃあ、頑張りますか。頑張りましょう。次、フットジョイさんにシューズをおすすめしてくれっていうことを言いますので、はい、これがすり減ってきちゃって、あ、つぶつぶが、そう、そう、これなんとスパイクレス、はい、ちょっとやばいんで、あとなんか本当だな、走っててフラフラになるから、うんうん、あの、あんま滑らないやつないっすかっていうようなやつで、うん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 、ちょっとそれだけおすすめしてもらおうと思ってます、うん、はい、じゃあ頑張りますので、はい、皆さんまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります。